ファーストフルアルバム「アイズ」オリコン週間アルバムランキング1位獲得おめでとうございます。ありがとうございます。こんなに嬉しいのは人生初めてです。目覚まし土曜日のテーマソング「ステイ」も収録されたニューアルバム「アイズ」がオリコン週間アルバムランキングで1位を獲得するなど注目のシンガーソングライターミレイさん。去年3月にデビューするとロックインジャパン、サマーソニックといった日本を代表するフェスにも出演。その重厚感のある歌声は多くのアーティストたちをうならせています。さらにこんな人もミレイさんのファンを公言しているんです。はい、乃木坂46の白石麻衣さん。美しいルックスと重厚感のある歌声、力強い歌詞に心を打たれ一瞬で虜になってしまいました。みんなに憧れられてる白石さんに、しかも美しいルックスって、いやもうとんでもないです。いや本当に。ここからはですね、ミレイさんのパーソナルな部分についても伺っていこうと思います、はい、題して5秒で答えて一問一答。第1問、自分の性格を一言で表すと。ポジティブ。子供の頃の将来の夢は。オーケストラに入ってフルート奏者になること。小学生の頃からフルートを吹いていたんですけど、いつかオーケストラでなんか自分も一員になって、たくさんの人と音楽を楽しみたいなって思っていた時もありました。アーティストとして今一番したいことは。ライブです。この先もいつライブができるようになってくるかっていうのはまだ分からないんですけども、皆さんとライブで笑顔でもう思いっきり楽しむっていうのがやっぱり私の願いです。ミレイさん会いたいな。以上お目覚めエンタナーでした。